回のマインクラフトのその前に昨日の前回のマインクラフトという声が渋いという話があって、その声だけで一本やってみてくれと、今日は挑戦しています。ぜひ期待してください。では、前回のマインクラフト、ブレイズロッドを求めネザーに潜り、戦いまくり死にまくり、なんとかブレイズロッドを手にし地上に戻ることができました。さて、これで貯蔵台を作ることができ、ポーションを作ることができる状況になったわけですが、これからどんな冒険が待ち受けているのか、まだまだやらなきゃならないこといっぱいです。頑張ってやっていきたいと思います。さて、今回はどんなマインクラフトになるのかお楽しみに。というわけで、視聴者の皆さん、こんにちは。正義と愛と真実のマインクラフター、ハイサイ沖縄でございます。で、ごめんなさい、やっぱりね、笑っちゃってね、無理だ、コメントできない。で、昨日コメント欄でいただいた指摘、シフトをしながらやるとね、ここにあの貯蔵台を置けるということで無理だね、低い声でやるのは。で、まずは、はい、なんか今もね、笑っちゃってる、ごめん、こうやってね、大釜を作るところからスタートします。で、水は、まあ大釜をね、置いて、で、水はもうね、すでにね、バケツに汲んできてあるので、はい、入れます。で、これでなんだっけか、あ、そうだそうだ、ガラスを作らないと、はい、ダメだ、なんかまだね、笑っちゃいそう、低い声でやるのはダメっすねあの、慣れてきたらまた挑戦しようと思います。それでガラス、どっかに予備がなかったかな、情け、とりあえずバケツをかたして、こっちにもバケツないね、全然ない、こっちはもうこんなんばっかりだし、大してないな、よし、もうとりあえず、今できているガラスで持ってですね、ガラス3つは必要だったのかな、こういう形に置くと、はい、瓶ができます、ガラス瓶ね。で、このガラス瓶に、水をね、お、こうやって入れることができるわけで、はい、空っぽになっちゃってるな、また汲みに行かないと。で、ここで水入りのガラス瓶を下にセットしてですね、はい、セットできました。で、上に材料入れると、何入れればいいんだろう、あれ？なんか、ネザーで植物を手に入れてこなきゃならないらしいですね。ちょっと、というわけで、ネザーに向かいます。あったっけ？あったっけ？今まで取ってないし、まあ、とりあえずネザー行くから、こういう、置いていけるものはね、置いていきましょう。とりあえずネザーに向かいますはい、ゴー。なんかネザーにそれっぽいもんあったっけかな。とりあえずこっちどんどん向かうかさてと、倍速でいきます。4倍速か。よいしょ。何にもそれっぽいものはない、ナイス、ない、ない、これ違うね。はい、上に戻る植物っぽいもの、あ、あれか、これかな、これ、ネザーなんとかっていう植物、ネザーウオート、違う、キノコじゃん、なんかネザーウオートとかいう、なんかそんな感じの名前だったよね、の植物が必要らしいんだけど、キノコだったし今のは、なんかどこに生えてんの一体、これもキノコないない、どこにあるの、ないし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 、ちょっと要塞の中にすればなんかそれっぽい変なのがあって、あ、これと違う、これキノコだったね、おっと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 
これじゃキノコ、あ、やばい、戦える、とりあえずかかってこんかい、行くぜ、よし、一匹やっつけた、はい、二匹目、やっつけ、一匹やっつけてない、やって今一匹やっつけた。ちょっと待って、突き当たりにスポナーがある、死んだ、アイテム回収に向かいます。とりあえず一泊して、さあ、おっとスケルトン、よし、あ、しまった、俺すでちょっと待って、なんでこんな、あ、後ろからゾンビ、もう2対1とは卑怯だよな、ちょっとやばい、向こうにもスケルトン、3対1、やべ、なんとか逃げ切ってネザーに入ることができました。もう一回回収に向かいます。やばいな、というかその ネザーなんとかっていう植物は一体どこにあるんですか。はい、とりあえず荷物をね、回収できたかな、とりあえずちょっと戻ってチェック。何、鉄のレギンス他全部ない。というわけで、ちょっとショックのあまり戻ってきました。ポーション作るのはですね、今回は失敗ということで、またこれに懲りずにね、向かっていきたいと思いますので、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた。